こんにちは、うりさんです。テレビ東京毎週月曜日夜11時6分から放送されるドラマ赤いナースコール第9話考察動画第3弾です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて今回は榎田の目的、チャイコフスキー班は石原、誰が誰をやったのかという順番で考察していきますので最後までお付き合いください。本来裏を書くとは相手が予想したのとは反対のことをして相手を出し抜くことです。ドラマで言えばこの人怪しく見えないから犯人だとか、怪しく見えるから実は白だということです。しかしこのドラマは裏の裏を書いているような気がします。8話までは複雑なことをしているのかなと思ってたんですけれども、9話を見終わると案外単純なストーリーなのかなと思いました。9話で言っていた西垣のあのこととは、人は亡くなるほどの医療ミスだったと考えています。もしかしたら本当にナースコールに気がつかなくて亡くなってしまったのかもしれません。そんな西垣を榎田がカバーしたので恩義を感じているのでしょう。そして45年も経ってから西垣に協力をしてもらわないとできない計画を榎田が立てた。翔太郎が言っていたように、自分たちが事故を起こすきっかけになったトラックの運転手が三上を引き、その宇田川が急患で自死していたなんて偶然すぎます。榎田が宇田川に命令して事故を仕組み、榎田記念病院に救急搬送されたと考えるのが自然なのではないでしょうか。そして本当の意味で翔太郎と有沙を入院させたわけが残り3話で明かされることになるでしょう。要するに黒幕は榎田で、病院内犯ですらある可能性もあります。榎田が黒幕だと確かに面白くないので、視聴者は無視する傾向にあるでしょう。先ほど裏を書くという意味についてお話ししましたが、裏の裏を書く人物が2人いたとしたら、この病院で起こっている出来事が全てわかるのではないでしょうか。榎田の目的、榎田には正義感の強い息子がいたが亡くなってしまった。その息子の死に関係している人物が313号室の患者たちだと考えています。西垣が313号室担当になった目的は、患者たちの行動を監視すること、睡眠薬を盛ること、偽証すること。玲子は防犯カメラに関して口裏を合わせることはできますが、実際に患者を監視したり睡眠薬を盛ることはできないのでしょう。滝中の時、4人の患者たちは工藤に睡眠薬を盛られたような供述をしました。今生き残っている2人の患者のうち1人が犯人で、もう1人に睡眠薬を持ったとしたら、相手は自分以外のもう1人が滝中の時に睡眠薬を持ったと分かるのではないでしょうか。9話の時点でまだ津田が後藤田を疑わず遠山に防犯カメラ映像を要求しているということは、津田の頭が悪いか、本当に後藤田も睡眠薬を盛られていたのではないでしょうか。つまり西垣が翔太郎を後ろから殴ったり、4人に睡眠薬を飲ませ、6人全員が寝ていたとか偽証したとしたら、滝中の時からすでに榎田の共犯となり、もう抜け出せないのではないでしょうか。下塚をやったのはおそらく榎田でしょう。自分が映っているわけだからデータを改ざんするのは当然です。遠山がやられて、その全ての防犯カメラデータが盗まれました。9話の時点で遠山がデータを盗もうとしていたことを知っていたのは津田、山根、西垣です。遠山が自宅前でやられた時、石原は工藤の人工呼吸器をいじっていたし、榎田は玲子夫人と自宅で会話していたので、おそらく遠山をやったのは西垣でしょう。チャイコフスキー班は石原。先ほど裏の裏を書く人物が2人いたとしたら、全てのことが分かるとお話ししましたが、1人が榎田で、もう1人が石原です。彼はいかにも怪しそうなので、最初から何の候補にも入っていなかったのではないでしょうか。石原がチャイコ班なのではということは、こちらの動画でお話ししていますので、再生リストなどを活用していただけたらと思います。誰が誰をやったのか。宇田川は自死、僕に頼まれた野田がいなくなっているので本来の目的を果たしただけ。滝中、翔太郎を殴ったのは西垣、実行したのは榎田。下塚、実行榎田。江口、石原。松井、西垣。山内、西垣。加藤、石原。野田、石原。遠山、西垣。あまり面白いとは言えませんが、黒幕が榎田、共犯者西垣、玲子、チャイコフスキー班石原なら全て辻褄が合います。
これまで何回も出てきたアイテムにユッケがありました。何回も出てくるものは伏線の可能性が大きいとお話ししてきましたが、息子がユッケを勧めた、最後まで拒否したということを猪木が石原に話すということは、そこに重大なヒントがあるはずです。お互いに秘密は秘密のままにしておこう、むしろ知ってることを楽しんでいたということは、石原は猪木田のやっていることに気づいているけど、猪木田は石原がチャイコだということを知らないのではないでしょうか。釣り堀で猪木田はもう少し泳がせて尻尾をつかむと言ったのは、息子の死に直接関係している人物のこと。西垣が見当はついていると言っていたのは後藤田か津田のこと。同じ病室の人間が次々とやられたとしたら、猪木田の息子を死に追いやった犯人が逃げ出すとか反撃に出ると考えているのではないでしょうか。ところで今まで何回も出てきたアイテムにゴルフがあります。ゴルフが共通の趣味の人物に不良箇所所長の小川がいました。猪木田は小川から息子の死の現場の防犯カメラ映像を見せてもらっている可能性があります。なので猪木田は竹中たちを集めることができたのではないでしょうか。あの患者たちが何をしたのかは推測することしかできませんが、猪木田は人生最後の余興をまだまだ楽しみたいのではないでしょうか。おそらく黒幕と実行犯はこの3人で良いのですが、アリサの立ち位置がまだ見えてきません。残り3話でアリサがどんな動きをするのか注目していきたいと思います。さて皆さんはどんな考察をしていますか。コメントで教えてください。チャンネル登録していただくとこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。